てのためホテル早く出てきたけど早く駅着きすぎちゃいました。今日はキッズゾーンっていう号車を取っていて、なんか子供に優しい車両になってます。チューリッヒ中央駅からオーストリアインスブルック駅まで約3時間30分の移動です。スーツケース2つにベビーカーにバックパックと荷物が多く、初めての赤ちゃん鉄道旅が不安です。この見方はちょっと難しいんですけど、 ABCD って書いてあるのはこういう風に、だいたいこのエリアが B ですよとかいうのがあるんですね。それで A のエリアには1等車とレストラン車で、 B のエリアには2等車があります。で、私たちは今回21号車なので、多分あっちですね、ホームの一番最後側の方に行ってみようと思います。20分前に来ましたね。よかった、ゆっくり乗れますね。あ、ここかな。ここがファミリーゾーンです。ファミリーゾーンの連結部分にはこういう風にベビーカー置き場があります。2台ぐらいしか置けないな。ボックス席を予約したのですが、固定の大きいテーブルがあって、ずっと赤ちゃんを抱っこするには狭くて辛い席です。景色がすごくいいね。飽きないね、ずっと乗ってても。スイスからオーストリアに越える感じはどういう感じなの。なんかスイスって感じになってきた。食堂車もあって、今アボジがサンドイッチ買いに行ってくれました。サンドイッチオッケー。なんかね、途中の駅から工事中で電車乗れませんって連絡来て、バスに乗り換えるんです。でもそのバスには座席に限りがあるから、他の移動手段できる人は移動してくださいって言ってて、どうすんの、乗れなかったら。 We will see。 ファミリーゾーンは子供が多くて賑やかなので、赤ちゃんが多少ぐずってもあまり気にならないのがいいです。いきなり進行方向は変わりました。スイスからオーストリアに抜けるために、いらない車両を切り離して進行方向逆で少し戻るみたいです。いや、セイナリだ、セイナリじゃん。一番最後に行くと、お父さん、おー、やばやば、みんな駅に降りてバス乗ります。やばいやばい。全部でバスは6台5台とかが、みんな慌てて荷物を積んで乗り込んでます。乗ることができなかった方、めっちゃたくさん乗る。 OBB がなんか大雨の影響で途中の線路が壊れちゃって、いきなり電車からバスに乗り換えるようにメールで案内がありました。でも特に係員の指示とかはなくて、早めに降りる準備をして、バーって降りたらみんなバーって来て、乗れてない人が100人ぐらいいるよね。意外とバスも楽ですよ。電車よりバスも楽。なんでだろう。座席が広い。電車の座席ちょっと狭くない？乗ってます。さっきの電車より広くていいよね。
タンキュース。インスブルク西駅に到着しました。ここからエアビーエンビーまでまっすぐのはず。今日日曜日だからなのか人はあまりいないね。